温泉街は山間に位置する共同浴場の箱湯、歌川広重修善寺温泉は、静岡県伊豆市北部にある伊豆半島で最も歴史がある温泉。日本百名島に選ばれている。アルカリ性単純泉温泉街の中心に修善寺川が流れ、河岸には温泉宿や飲食店が立ち並ぶ。川中のあずま屋には、同温泉地のシンボル的存在の特効の湯があり、 無料で足湯を楽しめる。資金には地名の由来となった修善寺があり、多くの観光客が訪れる。この寺では毎年8月20.21日に秋季工房大使大祭が催され、屋台や打ち上げ花火が催される。また、遊歩道が整備され、竹林の象形などが人気のスポットとなっている。温泉街付近には源氏に関する史跡が多く、鎌倉幕府、 第二大将軍、源、より家の墓や、より家の冥福を祈って母である、北条政子が建てた、木殿などが残る。以前には無秩序な湯の組み上げにより、温泉水位下がって海水が混入したり、主要成分の岩有量が少なくなったりした。このため、1981年6月より、集中管理に切り替えて、供給を行っている。また、特効の湯を含め、 外湯が7カ所あり、これらは地元住民の利用のみ許されていた状態であったが、2002年には観光客も入浴可能な箱湯が開業した。2004年10月には台風22号によって修善寺川が増水し、温泉街に被害がもたらされた。修善寺温泉の歴史は平安時代に工房大師が開いたという修善寺の歴史と共にある。河原で、 病気の父親の体を洗う少年のために工房大師が特攻を用いて岩を砕き、そこから湯川湧き出したとの開け湯の伝説が残る。鎌倉幕府の時代には源頼家が修禅寺に遊兵され暗殺された。明治時代には静かな環境が文豪に愛され夏目漱石なども訪れた。ありがとうございます。